当初の部は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、国民革命軍の軍人で、風作儀配家である。中華人民共和国でも、軍人として、朝鮮戦争に参戦した、貧瘍の過程に生まれる。当初は、学問を志して、高等小学まで進学したが、1918年、遠釈山率いる賛成派の軍事学校である。 竹史業中学に入学し、さらに、竹史業専門学校に進学した。ところが、在学中に上官に反抗したとして、退学を余儀なくされている。1924年、固形翼率いる国民軍第二軍に加入した。1927年、国民革命軍第四軍北伐先見隊、死隊長として、軍港を挙げた。翌年、 天津警備司令封鎖儀敗下となる。以後、その下で順調に昇進していった。1933年の頂上高戦でも、トースソノブは優先し、その功績により、第218度々町に昇進した。1936年11月、封鎖儀に随従して、猛古軍、大漢義軍を撃破した。 翌年からの日中戦争でも、日本軍を相手に前線し、平方関海戦、雪口海戦で軍港を挙げた。11月に、第101支長庁に昇格している。以後も、山西省、水炎省方面を転戦し、1940年8月、軍港によりしばらく編第四軍軍長に昇進した。翌年夏に、騎兵第四軍軍長。 1942年に第35軍軍長となった。1945年7月、風作儀が第12戦区司令長官に任命されると、当その部は第12戦区政治部主任検診潜水編区、副総司令に任ぜられた。以後、日中戦争時は友軍であった八祖寺軍との戦いを展開することになる。同年11月、 パオ登場防止令を兼任し、翌1946年夏にはしばらく変代三、軍軍長となった。この年の10月には、フーの公認として、水園省政府主席兼同省保安司令権西北軍政庁観光所副長官に任命されている。1949年1月、フーが北平を無欠会場すると、当も中国共産党やフーから、 平和裏の解放を呼びかけられた。同年9月19日、党はこれに応じて、起議を宣言した。中華人民共和国成立後も、党その部は、水援軍政委員会副主席兼水援省、人民政府主席、人民解放軍水援軍区副司令員兼、第23兵団司令員に任命されている。1951年、党は中国人民志願軍、 第23兵団司令員として、軍を率いて、朝鮮戦争に参戦、近日清から二級自由独立勲章を授与されている。帰国後の1953年、第69軍軍長となる。1955年、上昇総統の地位と一級解放勲章を授与された。1966年の文化大革命を契機に引退している。以後、 全国人民代表大会常務委員、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、同副主席などを歴任した。1980年1月、中国共産党に加入し、1988年、勝利航空栄誉賞を授与されている。1989年、北京で病没。去年91。ありがとうございます。